日本における最低速度の道路標識最低速度の道路標識は交通規制の一種である最低速度を示すものである。ポーランドの最低速度制限標識ポーランドの最低速度制限解除標識1968年に成立した道路標識及び信号に関する条約によれば青い丸の中に白数字で示したものが最低速度標識で その解除には最低速度標識に赤の車線が一本右上から左下に描かれたものが指定されているが各国における最低速度標識の異象は各国によってまちまちである。道路交通法上規制標識に分類される。道路交通法第23条または第75条の4により渋滞、一時停止などやむを得ない場合を除き、 最低速度が制限されていることを表示する標識である。最低速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の道端に設置される。表示方法は白地に赤く描かれた太線の円の中に青地の最低速度及び青の下線で表される。白地に赤く描かれた太線の円の中に 黒字の最低速度及び黒の下線で表される。日本とほぼ同じであるが、字体やバランスが異なる。青字の丸型の標識で外側を細く描かれた白い円の中に白数字の最低速度で表示される。青字の丸型の標識で外側を細く描かれた白い円の中に白数字の最低速度その下に白字のミニッツで表示される。縦に長い白い長方形の標識で、 黒枠の中、黒字で上段に、ミニマム、スピードと二段に表示され、下段には最低速度が黒字で表示される。青字の丸型の標識で外側を細く描かれた白い円の中に白数字の最低速度で表示される。青字の丸型の標識で、白数字の最低速度で表示される。青字の丸型の標識で、白数字の最低速度で表示される。 青字の丸型の標識で外側を細く描かれた白い円の中に白数字の最低速度で表示される。青字の丸型の標識で外側を細く描かれた白い円の中に白数字の最低速度、その下に白字のキロメートルで表示される。ありがとうございます。